うわ、ビッグカメラ1分もしないで売り切れちゃった。宝トイモール見ないと。あ、512BB 発売記念仕様売り切れた。はい、皆さんこんにちは。今日は12月発売のトミカの最新情報をお伝えしたいと思います。で、12月発売のトミカは本日10月31日から予約解禁になったね。で、SNS とかでも問題になってるのはこれだね。トミカプレミアム 512BB の販売記念仕様だね。このモデルはネット予約解禁と同時でほぼ1分もしないぐらいで完売したお店がたくさんあったね。ヨドバシ .com とかビッグカメラとか、あとアマゾンもそうだったかな。ヨドバシもビッグカメラもお一人様1点限りなのにこの速さだったね。で、タカラトミーの公式サイトのタカラトミーモールももう在庫なしになってるね。ここでなんとか予約しようと思ったんだけど、ネットが繋がらなかったね。で、繋がったと思ったらもう在庫なしになったね。だいたい10分もしないぐらいで完売になりました。で、ちなみにこのトミカフェラーリセットはまだ在庫ありになってるね。これも多分1回は品切れになるんだろうね。で、このサイトでもお一人様1点限りなのに10分ぐらいで完売っていうのは今までこんなに早いことなかったね。で、このショップの場合どんなに人気があるモデルでも6時間ぐらいは在庫が続くんだけどね。今回は10分っていうとちょっと発売日当日が怖いね。で、もう一つ注目車種はこれだね。マクラーレンの初回特別仕様だね。これももうすでに在庫なしだね。これもお一人様1点限りだったけど1時間ぐらいで完売しちゃったね。で、ちなみにこの 512BB の通常版はまだ在庫ありになってるね。でも他のショップではもうすでに完売状態になってるところがたくさんあるみたいです。で、Amazon の方を見てみるとすでにこの 512BB はプレミア価格になって4980円になってるね。かなり高騰しちゃってるね。で、マクラーレンの初回特別仕様もすでに Amazon では3980円、ちょっと異常な値段になってます。で、今回私はこの 512BB 販売記念仕様はなんとか一つだけ購入ができました。いつもならコレクション用にもう一つ買うんだけどね、全く買えなかったね。でも SNS で結構話題になってるのが、これ欲しかったけど買えなかった人もやっぱりいるみたいだね。で、オークションサイトをすぐ見てみたんだけど、これすでにもう4000円前後ぐらいの値段になってるね。でもまだネット予約が解禁してないお店もあるからね、その辺要チェックだね。で、この動画を撮影してる現時点でまだ予約解禁してないお店がトイザラスとか上新とかアミアミっていうお店だね。こういうところはまだ狙い目かなと思います。お一人様1点限りだとネット予約だと送料がかかるからね。だいたい一つ買うのに送料込みで1400円、1500円ぐらいするのかな。ちょっと高級品だね。はい、今日は12月発売のトミカの最新予約情報をお伝えしました。で、このモデルを定価ぐらいで手に入れようと思ったらやっぱり当日朝お店で並ばないといけないかな。でも12月って言ったらお店の外で並ぶのすごい寒いよね。でも厚着して並ばないといけないかな。で、送料がかかっても手に入れたいよっていう方の場合はタカラトミーモールかな。で、このショップの場合は発売日までに1回か2回は予約復活があるからね。テスタロッサの発売記念仕様の場合も何回か予約が復活したからね。で、タカラトミーモールの場合はこの下の方行くとこれだね、入荷案内申し込みっていうところがあるのでメール登録しとくといいと思います。在庫ありになるとすぐにメールで教えてくれるからね。これでなんとか送料はかかるけど定価ぐらいで手に入れることできるかな。でも本当に最近の人気のあるトミカって本当に手に入れるのが難しくなってきたね。欲しい人が買えないっていうのはどうなのかな。また最新情報入ったら動画の方でアップしていこうと思います。で、発売日当日にお店に並ばれる方は12月なので寒さと体調管理だけは十分気をつけてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。